海目の前のキャンプ場でございますね。地味に海水浴できるキャンプ場って初めてなんですよね。はい、サイトの全容でございます。すべてが電源付きオートサイトということで、公式容器 8×8 ということやったんですが、横8メートル、縦 10.8 ということで、まあ、86平米ぐらいある感じですね。本日ですね、トモウントタープと、なんと新膜、コールマン、ワイドティピー3025でございますね。こちらの2023の新作テントですね。また詳しくね、紹介したいなと思うんですけれども、初張りでやってみましたね。ちょうどいいぬるさ。いいわ。クラゲおらんよ。うん。いや、海水浴、めっちゃ久しぶりやな。いい感じの天気ですね。暑すぎず、海ぬるくて、最高。走る坊ちゃん、風と共に走る、風と共に走ぬ。はい、ということで電源付きオートサイトにしたわけですけれども、こちらね、電源なしのオートサイトもございますね。で、計測してみましたら、もう横ですね、8メートルぐらいなんですが、車の分入れると10メートルで、縦もね10メートルちょっとございましたので、公式表記が100平米ということなんでね、その表記で間違いないかなっていうところですね。本日コクーンですね。これでキャンプしていくんですが、風が結構強かったんでね、一人設営苦労しましたね。そしてまあキャンプ場に沿ってですね、川が流れてるんですが、まあ遊べるエリアはあっちの方ですかね。であれば安全に遊べそうな感じですね。お、水も結構綺麗ですね。こういう風に城内に沿って流れておる川がありますので、十分川遊び楽しめるんじゃないでしょうか。こちらのキャンプ場はですね、それぞれ平坦部のサイズがですね、しっかりと明記されておりまして、 S2 の場合ですね、 5.8×9.8、 これが平坦部っていうことやったんですけども、測ってみましたら、縦は6メーターありまして、横はですね10メートル近く使えるような感じでした。本日チーズケシュアで設営いたしましたね。こんにちは。前来た時も鹿見たんですよね。人を怖がってない感じなんで、のどかでございますね。はい、こちら川遊びスポットでございますね。すごく浅瀬でジャブジャブ遊ぶことができる川が流れておりますね。まあ、ずっとこのようにね、オートサイトの方まで伸びてるんですが、安心して遊べる場所を選んでね、遊ばしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。ここにおるのはスーパーサイヤ人坊ちゃんか。サイヤ人の戦闘スーツみたい。区画の表記がですね、詳細なかったんですけれども、横ですね10メートルございます、縦は7メートルございますので、駐車スペース込みの70平米ということで、まあ、めちゃくちゃ広くはないんですけれども、後ろにねまだペグとか打てそうなスペースがあるんですよ。はい、設営完了いたしました。十分区画内収まりましたね。で、ちょっとね風が強いんで、前と後ろは2本打ちにしましたね。風が強いっていう前情報あったんですけど、あえてスカイパイロットで来てみました。強風になった時はね、なんとかしたいなと思います。といて、うちの坊ちゃんと奥さんは何するか。うわ、そんなとこまで潜れんの？潜る、やめて。潜る、冷た。うわ、じゃあ、じゃあ、冷た、冷た。楽しんどるね。こちらサイトの全容となっておりまして、公式表記ね100平米と平米数だけ表記があったんですが、ここね登れるかなって不安やったんですけど、意外にいけましたね。肉でも十分登ってくることができます。雰囲気としては林間サイトとなっておりまして、あちらの奥が管理棟などがあるエリアとなっておりますね。本日ですね、雨予報ということで、雨仕様ケシュア 4.2、 こちらのマグでねキャンプやっていきたいなと思います。まあそれにしてもね、チーズタープ M やっぱ大きいですね。オートキャンキャンプサイトから考えると、管理棟の方に渡って階段降りていくんで、サイトからすぐアクセスっていうわけではないですけど、まあ全然歩いていける距離ですよね。おー、来ました来ました。いい感じじゃないですか。おー、綺麗だ。綺麗な川だこれは。おー、深いね。深いけどそこまでしっかり見えてますね。そしてあちらの方にも透明な川が続いておりまして、浅瀬ございますね。チャプチャプ遊べそうな場所もございます。めちゃくちゃ高いです。こっから行くんですね。あー、飛んでる。
もっとね狭いの想像してたんですが、結構広いですね。横 10m 縦 7m ということで、しっかり70平米あるような感じでございます。本日ケシュア 6.3、 そしてチーズタープの組み合わせ、チーズケシュアでねキャンプやっていこうかなと思っております。 6m のねツールームテントを建てるとこのようなサイズ感になっておりますね。そして管理棟のすぐ目の前の川が川遊びできるようになってまして、あれがね天然のウォータースライダーということでね、これ夏はねめちゃくちゃ楽しめると思いますね。このような感じになっておりまして、ここがね階段になっておりますので、ここでジャブジャブ遊ぶことができます。泳げるほど深くはないですね。川遊びとは別にね、アマゴのつかみ取り、そして釣り堀があるんですね。こういったものも楽しむことができますね。全ての区画にスノコが置かれてるんですね。これを聞いてテントを設営するっていうことでしょうか。はい、サイトサイズですね、計測してみました。横 7m、 縦 7m ということで、公式表記が 7×7 やったのでもう少し広くは感じるんですが、まあ有効範囲としては 7×7 かなっていったところでございますね。本日キングキャンプのベル型テントですね、ご提供いただいたこちらのテントでキャンプやっていきます。初張りでございます。体温でございます。練習が必要でございますね。川の橋をね渡ると管理棟が見えておりますね。そしてこちらですね、屋根が見えているのがバーベキューサイトになるんですが、こっちの方はね比較的流れも緩やかで階段状になっていてね、子供も遊ばせやすい川遊びスポットとなっておりますね。第二キャンプサイトからもこんな感じになってんねんな。気持ちいいな、これは。泳げそうな場所もありますけどね、岩とかがあるんで、あくまで水遊びっていう観点かなと思います。パパ、ここでおしっこできる。そんな言うたか。悪い顔しすぎ。あやめた。後ろには川ございますね。この川が綺麗なんですよ。駐車スペースはしっかりございまして、木枠でサイトが囲われている状態で、横ですね7ですね、で縦は 7.5 ありましたので、 7×7.5 の設営スペースということで、フォレストインドロガンにね引き続きコクーン設営しましたね。 7m ぐらいの区画にコクーンを建てるとこのようなサイズ感になっております。はい、じゃあうちの坊ちゃん探しましょうか。どうですか、枠通れる。川の水深は膝下ぐらい、奥はねかなり深くなってると思いますね。なので大人もね存分に遊ぶことできるんですが、こっちがね浅瀬なんでジャブジャブ遊ぶことできますね。ちょっとちょっと冷たい、やめてやめて、冷たい、水鉄砲越しでもめっちゃ冷たい。悪い顔してるな。あじゃこちらねめちゃくちゃ水きれいなんですよね。透明度高いです。冷たい？冷たくない。冷たくないな、もう、うん、ポカポカやな、うん、ほら、計測しました。横ですね駐車スペースまで 7.2 ございます。で駐車スペース込みだと10までありますね。縦も 10m あるんですけども、流し台とかの位置もあるので、そこの位置までだと 8.3 でございましたね。カイオワとハイランダーグランピアンのこの連結バージョンでねキャンプしていきます。釣りされている方もいてて、いい景観ですねここ。ほいちゃーん、何もあかんねん。何あかんの。ジュボンあかんかった。うん、ジュボンどうなった。もしかしてびしょびしょにしちゃったんかな。うん、びしょびしょになったよ。びしょびしょになったんか。ここ、うん、そこな、びしょびしょになってる。うん、公式容器 10×10 っていうことですが、こちら N サイトですね、横 11m、 縦 10m ございまして、110平米ということで、あずま屋がね3分の1ぐらいの位置に立ってるんですが、まあ右手に車止めれますし、あずま屋のサイズ 3.5×3.5 ということで、奥にグッと寄ってるんでね、まあなかなかいい位置関係かなと思いますね。坊ちゃんのロゴスの椅子いいね。こっちがスパイ
玉のお母さんで、お母さん、こっちがお姉ちゃん。お姉ちゃん、本日コールマンコクーン3、こちらのテントでねキャンプやっていきたいなと思います。設営してみて分かったんですけど、やっぱこの前の方もスペースあって結構広いですよね。あ、すぐそこ川ですね。いいですね、近くて。はい、こんな感じになっておりますね。どっかにねマリプとボッチャいてるんですけど、あ、手振ってるわ。おった、行ってみましょう。はい、いいじゃない、ちっちゃい子でも全然遊べますね。ぬるぬる、いや、ちょっと泳げそうな深さのところもあって、あ、かかかやべえ、出た、ぬるっ、わ、めちゃめちゃ捕まえてるやん。頭ジャクシとタニシとずっとボッチャがかけてくる。あ、やべえ。いやー、やっぱ気温が高いだけあってちょっとぬるいですね。結構長い間遊べそうなぐらいの水温でございます。いいなー、足足つかねえんだ、足もかぶ、心臓を最後にな、心臓最後に押したんすか、気持ち悪い、気持ち悪い、心臓最後に、気持ち悪い、無理、もう本当に最後だった。聞こえますか、この川の音、雨で増水しておりますね。お気づきでしょうか、勘のいい人は気づいてると思うんですが、屋根付きサイトなんですね。いや、これすごくないですか。屋根付きサイト、つまり全天候型のキャンプフィールドということで、これは初じゃないですか、すっごいですよ。本日コディアックキャンバス8人用テントですね。ソロなんでこれ使っていきます。ソロなんでっていうのもおかしいですけどね。実はですね、夏季はプールが営業されるということで、ゾウさんが2つ並びになった滑り台が見えてるじゃないですか。いや、これはいいわ。一応ね、有料っていうことなんですが、まあ一日ね夏遊べるんやったらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。わー、ウォータースライダーあるじゃないですか。キャンプ場からだと徒歩3分ぐらいですか。まあ全然許容範囲ですね。有料のプールはって思う方はこちらの河原でね遊ぶのはいいかと思うんですが、まあやっぱ川ですからね、ちっちゃいお子様とかプールで遊ぶ方が安全っぽい感じはするんですけど、今ね増水してて全く参考にならないんですけど、本来はかなり浅いらしいです。決めた、決めた。川の真ん前のキャンプ場ということでね、景観はなかなか良さそうですね。メジャー置いてるんですけども、コクーンのサイズで置いてます。車置いても、まあ、2メーターぐらい取れるんで、今日は2番でやっていこうかなと思います。で、川はですねこういう階段みたいになってて、そのまま遊ぶことはできるんですけれども、ちょっと深いですね。水深で言うと多分1メーターは超えるんじゃないかなと思います。こっからずーっと深くなってるんで、遊ぶとしたらあっちの方でね遊ばんと危なそうですね。リッチにリッチに、公式容器が6メートル ×11 メートルが平均とあったんですが、ちょっと分かりづらいですが、ロープね貼られてて計測してみました。横は6メートルで、縦がですね15メーターぐらいございましたね。向こう側に特にサイトがあるわけではないので、結構自由に使えるんじゃないかなと思います。本日トモウントタープですね。夏にお世話になってたこのタープをですね、また秋にも使っていこうかなと思います。そしてまだ暑いのでテントはまだ立てずということで、もう少し日が沈んでからねテントの方立てていきたいなと思います。ではどうですか、思った以上にねサイトの方も広々してて結構いいじゃないですか。ジャボン行きますか、お盆も行ってるやん、気持ちいい、気持ちいい、マッサージしてくれて、最後、え、え、心臓最後に、今日はですね A の22番っていうことで当てがわれたんですが、こちらがついてる温水シャワーです。全然綺麗ですね。ここはコインシャワーとかじゃないんですよ。制限なく使えますっていうことです。チーズがないんですよ、チーズが。今日はチーズケシャバーガーじゃないんですよ。こっから湖で遊べるわけですよ、夏はね。サイトがねずっとこうぐーっと囲んでるような状態なんで、まあどこにいててもまあ湖で遊ぶことはできるっていうことですね。とてつもなく広いサイトでございます、桂川キャンプ場ですね。どのサイトもなかなかねサイトサイズ広大なんですけれども、このホタル2番とびっきり広いですね。本日そうコディアックキャンバスインアズマヤカホゴバリでやっていきたいなと思います。どうですか、ピッ
ったり中に収まりましたね。東屋が先だったのか、コーディアックキャンパスが先だったのかみたいなぐらいね、バッチリとマッチしておるんですが、そしてこの後ろには人工川が流れておりますね。アド川がねあるんですけど、まあ、ちょっとアド川ってね危ない川なので、城内に人工川があるの、子供たちは夏はもう最高でございますね。スキー場ですから、ほほほほほほほ、こちらのキャンプ場、基本はフリーサイトになってるんですよ。ほとんどがフリーサイトになっている中、指定サイトもあるということなんで、初めてやったんでね、とりあえず指定サイトを選択させていただきました。何チョコロン？ドーナツ。ドーナツチョコロン？うん、そうだよ。本日ローベンス海洋でキャンプやっていきますね。まあ、海洋はね設営スペース的にそんなに取らないんで十分張れるんですけども、林間サイトの特徴としまして木陰が多いのもそうなんですが、川が真横に流れてるんですね。夏場はですね涼しく、そして川遊びができるサイトになっておりますね。うちの広場サイトからだとね本当に 200m 以上歩くので、川遊びがしたいっていうことであればね、林間サイトは狙いどころかなっていうところでございますね。ここどうやって曲げたんやろ、これする。こちらね川側サイトのオートサイトとなっております。公式容器ね 9×8 やったんですけども、計測をしてみました。横ですね 7.7、 奥は 10m ぐらい使えそうな感じやったんで、表記よりはね広く使えそうな感じでございますね。そして川側サイトということで、サイトの後ろにはね川が流れてるんですね。これはね夏には最高の距離感でございますね。本日スカイパイロット TC でねやっていきます。実はね今日もしかオートキャンプ場からはしごでございますね。はい、ではメインの川遊びエリアでございます。まあ、ちょっとね民家がちらほら見えておりますが、結構浅くてねちっちゃい子でも楽しめる要素が盛りだくさんでございますね。はい、こちらでございますね。滝が流れております。で深そうに見えるんですが、結構浅瀬が多いですね。まああのね滝の真ん中ら辺はねちょっと深くなってるかもしれないんですけど、この手前の方であれば大人の方であればふくらはぎ半分ぐらい埋まるかなっていうぐらいなんで、でこちらに関してはですねくるぶしぐらいの深さなので、ジャブジャブ遊ぶには十分でございますね。一人で紅葉行こうよ。はい、ということでチェックインしてきました。今日は A の11番ということで空いてるんで、ちょっと場所選ばしてくれましたね。そこが川なんですかね。川遊びできる高時川っていう川だと思うんですけど、降りて川遊びができるっていう状態です。おーあーあーあー、息子よ、パパは楽しんでるよ。ビヨンビヨン。はい、どうですか。こちらのキャンプ場ですね、デッキがたくさんのサイトに設置されておりまして、こちらのデッキ 6m×6m ありまして、それなりのね大型テントに対応してるんで、いやーいいじゃないですか。本日冬幕最強候補コーディアックキャンバス8人用、こちらのテントでキャンプやっていきたいだと思います。寒い、風が強い、なのでキャノピー諦めましたね。ここに釣り堀もあって、子供たちがキャッキャキャッキャ遊んでる中、うわめっちゃ魚おるな、めっちゃ魚おるわ。そして下のエリアには川がございますね。川がありまして、降りやすいですね。子供も安全に降りれて、結構穏やかじゃないですか。これぐらいがいいんですよ、やっぱりね。その代わりね、ぼちぼち深いとこありますね。この青色になってる部分、ここはおそらくですね僕の腰以上ぐらいまでね深いかなと思います。川ですからね、十分注意して遊んでいただけたらなと思います。ちなみに遊ぶスペースはねふんだんにございますね。こちら側もそうですし、奥の方にも続いておりますからね。夏はいいじゃないですか。海沿いキャンプ場でございますね。ただキャンプサイトからはどうやら海が見えなかった模様でございましたね。いやーでもやっぱ海は気持ちいいですね。はい、こちらのサイトですね、公式表記 8×19 ということで計測してみました。横ですね 21.5、 縦 7m ということで、かなり長方形でございます。見えてるここだけではございませんね。こちらの横まで全てサイトとなっておりますね。本日 Wii を薬ドーム550、こちらの幕でやっていきますね。風が結構強くてね、設営ちょっと苦労しましたが、全てね単造で打ち込んでおりますので大丈夫じゃないかなと思っておりますね。
ほら。で、管理棟の前にはですね、プールがあります。こちらは夏季営業かと思うんですが、まあこれだけ近くにプールがあったらね、お子さんは水遊びいいですよね。ぽっちゃん、はいじゃ楽しんでる、うん、楽しそうやな。ぽっちゃん映ってますそれ。はい、ヨウさん持ってきたな。